揺れの強かった石川県、富山県、新潟県では広い範囲で断水が続いています。11万5 0 0 0戸以上に影響が出ているとみられています。厚生労働省のまとめによりますと、3日午前7時の時点で石川県の七尾市、輪島市、鹿町、鈴市、白井市など12の市や町で断水が続いていて、 9万5千円以上に影響が出ています。穴水町や能登町の個数については調査中だということです。また、富山県高岡市氷見市伊水市でおよそ1万9000戸新潟県新潟市糸魚川市佐渡市のおよそ1000個で排水管が破裂するなどして断水が続いていて、給水車などで対応にあたっています。 一方、福井県や長野県、岐阜県の一部の地域で起きていた断水は復旧したということです。